今日の第1弾日本語を勉強しようじゃないかバカ野郎ということで今日の日本語の授業の内容は月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日これを覚える方法だ。いや難しいよね。中国語はどう？星期一星期二あ簡単1234567でも日本語は月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日あーめんどくせえな。じゃあでもね実はね簡単な方法があるんで教えてあげます。今日これを見たこのビデオを見た人は必ず覚えられます。じゃあ行きますよ。まず月曜日そして火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日漢字で書くとこうですね。これは上から1234567こうなっております。じゃあまずこの月曜日漢字を見てください。ここよく見てこの1とここの1同じじゃないかな。ってことはお1は月月だということで月曜日簡単だろ。でもね時々さくらの学生がこう言うんだ。今日何曜日って聞いたら月曜日ね月曜日月これはピーグな。今日何曜日月曜日なんだそれないないない気をつけてな。ここ点々があるぞ月曜日だ。 OK じゃあ次に星期二これは日本語では火曜日。漢字を見てくれ。ここ1、2、1個、2個ほら2個だろ火曜日じゃないかな。これ火曜日はい。しかも中国語では2この2はどういう意味がある。多数がこれは彼はバカバカだよな。バカはいバカバカにはここかがあるじゃないか。星期二これはバカか火曜日はい覚えた覚えた次次星期三星期三星期三どうよこれ見てくれ漢字1個2個3個はい水曜日簡単だろな簡単だよな。4いくぞ1、2、3、4簡単だろ木曜日はい覚えた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 次5は金曜日だなあれどうしようどうしようどうしよう3も4もこれこんな感じあれ5んどうしようかなうんノープロブレムまずこの漢字これは金金と読む。もう一つ読み方があるな。それは、はい、これだ。これ、これなんと読む？お金。お金、そうだな。お金。これはお金だ。お金。お金だ。中国人はお金。アメリカ人もこうする。でも日本人はお金はこうするぞ。な。これは日本人はお金の意味だ。な。どうしてか。中国やアメリカは紙だよね、お金はな。でも日本のお金はコインが多い。コインが。だからこういうふうにコインを作るんだ。これがお金の意味だ。面白いだろ？じゃあお金。お金は英語で何と言う？マニー。マニー。Yes。マニーだ。マニー。な。このマニー。はい。1、2、3、4。はい。5。はい。5。5。5。マニーは5。次は6だ、うん、6難しい難しいこれ6難しい6は土曜日だな頑張って覚えてくれ何もない、うん、次7中国語は星期日星期天星期日どっちでもいい なじゃあこれな日曜日はい頑張ってくれ、うん、まあ確かにちょっとこの教え方は悪いかもしれない。でも今度は最後に君たちに
この月火水木金土日の簡単な覚え方、毎日毎朝朝昼夜3回1日やってくれ。ダンスだな。まず僕が先にやる。ちょっと見てくれよ。こんな感じだ。月火水木金土日、月火水木金土日、これを毎朝1回やってくれ。そしたら絶対に覚えるからな。このダンス超簡単だぜ。もう一回いくぜ。月、そして火、そして水、そして木、はい、金、はい、土、日。この日一番重要だ。足を見てくれ。日、体は日動くんだよ。日、簡単だから。さっき教えたダンスを教えた学生がいる。ちょっと来てくれ。やっぱおはよう、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 握手しようぜ。こちらさっき教えたばかりだ。もうこのダンス簡単だからすぐ覚えたよな。じゃあ一緒にやってみよう。せーの、月火水木金土日。はい、もう一回。せーの、月火水木金土日。はい、これをみんなも一日一回やってくれな。じゃあ今日の授業はこれ。